はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、総額5000万円相当山脇キャンペーン、セブン銀行 ATM でエントリーするだけでもらえると。ということで今回は、PayPayがセブン銀行 ATM からエントリーするだけでもらえるキャンペーンというのを発表したので、そちらについてお伝えしていこうと思います。ということで早速概要からですね、現金チャージが始まるキャンペーン、総額5000万円相当山分けということですね。キャンペーンの内容なんですけども、こちらの画像を見てもらったらわかる通り、1人最大200円相当のPayPay残高がもらえるようになってます。期間なんですけども、2019年の7月の11日から8月の10日までで、まあ予告なく終わる可能性もあるみたいなんですけども、まだ少し始まる時期がですね、少し先なので、ここをお気をつけください。まずはエントリー方法なんですけども、まずはセブン銀行の表示されている QR コードをスマホで読み込みます。そしてエントリーフォームにてメールアドレスと電話番号を入力します。そしてエントリーボタンを押してこの画面が表示されて、これでエントリーは完了となってます。これめちゃめちゃ簡単ですね。そして残高の受け取りなんですけども、まあ、すでにPayPayをご利用いただいている方の場合は、8月下旬以降にエントリー時にご登録いただいたメールアドレスにPayPayからメールが届くみたいです。そしてメール本文に記載の URL をクリックすると、PayPayのアプリが立ち上がって、この画面でチャージを確定するというところをタップすると、PayPay残高にチャージが完了しますということになります。そしてこれからPayPayを利用する方の場合なんですけども、まずメール本文に記載の URL をクリックするとアプリのストアが立ち上がります。その時にまずはPayPayのアプリをダウンロードして、でPayPayの新規登録が完了したら、再度メール本文に記載の URL をクリックして、先ほどお伝えしたチャージを確定するというところをタップしたら、同様にPayPay残高にチャージがこれで完了となります。そして一応ですね、受け取りの期限は2019年9月末日までとなってますので、受け取り期限を過ぎた場合、受け取りの権利というのは無効となりますので、そこはもうお気をつけください。でざっとまとめると、日にちが7月の11日から8月の10日まで、で ATM で QR コードを読み込んでエントリーで、これで完了です。で8月以降にメールが届いて200円相当をゲット、そして入金はしなくても大丈夫です。ということで、まあ金額としたらですね、少し物足りなさはあるかもしれないんですけども、作業としたらめちゃめちゃ簡単だと思いますので、7月11日以降でセブンイレブンに寄った際にはぜひですね、試してみてはいかがでしょうか。キャンペーンのリンクも下の概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。